ライブは最後に一回やりたいっていう話が出てたので、まあ、それを最大限こう送り出してあげられるライブをできればいいなと。まあ、タイトルもそうだし会場もそうだし、まあ、瀬戸入りに関しても普段はあんまり、まあ、淳は結構絡むけど、割とこう今までと違う感じのセットリストになってて、まあボリュームもあると思うので、あの見逃さないで楽しんでください。まあ、あのツアータイトルどうしましょうかみたいなみんなで話し合って、でそれぞれ案があったんだけど、まあ、普段はあまりそういうのにはね、発言しない2人なんですけど、本当、旅立ち、巣立ち、バッチリなタイトルだと思います。なんだろうな、居心地がいいからこのままやればいいんじゃないっていうんじゃなくて、今になってそういうのを変えるっていうのはすごく労力もあるし勇気もあるし大変なことだと思うけど、そこであえてそういう決断をするっていうのはやっぱすごいパンだなと俺は思いますね。まあしっかり準備をして、そうですね、ちゃんと悔いを残ないように全てを置いてこようかなと。もう最後まで、最後のゴールテープを切るまではしっかり立ってたいなと。まあいろいろとドラゴンアッシュのメンバーみんなの意見を聞いてみたりするので、まあもちろんダンさんのねドライブの意見を聞いてみたり、あとはまあ自分の思いに素直に質問を通してみた結果、やっぱしこうできる限りのライブでこだわりたいなと思って、今回の選択をさせてもらいました。7人の中古に入れた7人の最後のライブなので、こちらも悔いのないように納得いくまでリハーサルして話して今構築している最中です。まあ、ライブですからね、2時間ちょっとくらいの時間ではあると思うんですけど、こんな窮屈な状況で、来てくれる方、画面の前で見てくれる方に、2人からもそうだし残る5人からも感謝の気持ちで演奏すると思うので、各々楽しんでいろんなことを感じてもらえたら